海上自衛隊の潜水艦といえば、機関部にはスターリングエンジンを使用するのがデフォでした。それでも、静粛性にかけては、世界でもトップクラスと定評があったのです。しかし、ここ数年来、リチウムイオン電池の性能は格段に向上しました。潜水艦に搭載されたおかげで、機動力もぐっとアップしたのです。今回は、海上自衛隊潜水艦について見ていきたいと思います。日本も入札に参加したものの、振られた形になったオーストラリアの潜水艦計画ですが、日本は、そう、流型潜水艦や対迎型潜水艦があるので、通常動力型潜水艦だけで十分だと思われます。オーストラリアのように、原潜は必要ないでしょう。海上自衛隊の、そう、流型潜水艦の収益状況ですが、2020年に11番艦を雨竜、2021年3月に12番艦東流が収益しました。これをもって、そう、流型潜水艦全12隻が実戦配備される運びになったというわけです。そう、流型は、1番艦で、ネームシップの、そう、流から10番艦昇流の10隻と、それ以後の雨竜、東流の2隻とでは同型艦ではありますが、大きな変更点があります。それはエンジンです。10番艦昇流までは、推進方式として、ディーゼル機関、鉛製蓄電池とモーター、スターリング機関の3種類の動力源を搭載していました。この10隻は、通常動力型かつ非待機依存推進方式の潜水艦でした。この非待機依存推進方式というのは、スウェーデンの軍需企業コックムス社のスターリング機関をライセンス生産して製造された仕組みです。当時、通常動力型潜水艦では、トップを目指していた日本が選択した回答の一つが、この方式でした。この方式は、通常動力型潜水艦の水中連続航行距離や時間を少しでも延伸させるために採用されたもので、通常動力型としては、世界でも最大規模の排水量を誇る、総流型に取り入れたものでした。当時の通常動力型潜水艦の機関には、鉛製の蓄電池が搭載されていました。蓄電池は、潜水艦が登場した1世紀も前から使用されていたものです。100年とは年季の入った方法だったのですね。ただし、スターリング機関は本体の大きさに比べると出力が非常に弱いという課題もあって、水中移動時のスピードは総流型では4から5ノット程度とあくまでも副次的なものと言われました。この方式を雨竜以降から、鉛製蓄電池をリチウムイオン蓄電池に置き換えたことによって、電力容量が増加し、かつ充電時間も短縮され、スターリング機関を廃止しても、引けを取らない性能へと進化したのです。実際に運用するにしても、ディーゼル機関、鉛蓄電池、スターリング機関という3種類の機関の残量を計算しながら行動するには、制約が多いことはお分かりだと思います。これが、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池に集約されたというメリットは、とても大きいのです。機関の構造も簡素化できただけでなく、狭い潜水艦内部に、設置用の広いスペースが必要だった、スターリング機関を排除したことによって、艦内のレイアウトも自由度が増え、居住性も向上したと言われます。このようなメリットをもたらしてくれたリチウムイオン蓄電池ですが、一般的な民生品分野では、パソコンの時計用や電卓用など小型機器等に広く採用されています。しかし、潜水艦のように大きなサイズを持ち、敵からの攻撃にさらされる艦艇では、
安全性確保がかなり難しいと考えられていたのです。実は、一時、マスコミ報道で盛んに批判されたように、リチウムイオン蓄電池は、衝撃によって発火事故を引き起こす可能性が非常に高い傾向があると言われていました。この点をいかにクリアするのかが、潜水艦への搭載に関しての最大課題だったと言えましょう。詳しく説明すると、モーリュー以後の潜水艦に搭載されているリチウムイオン蓄電池は、日本の GSU 浅社が開発したものです。本体の設計は言うまでもなく、潜水艦全体の安全設計によって実現されたと言えましょう。双流型のデータですが、基準排水量2900から2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル。全幅 9.1 メートルの艦体に533ミリ魚雷発射管6門が艦首に備えられています。乗員65名で運用される潜水艦です。水中排水量が4000トンを超えるという通常動力型では世界最大規模の潜水艦なので、乗員数は少ないとは言えませんが、年々人員確保に苦戦している状況から考えれば、一層の省力化が望まれると推測されます。近年、海自では人員確保の問題と世界的なジェンダーフリーの流れを反映して女性乗務員の解禁を行いましたが、必要となる区画整備にもリチウムイオン蓄電池の採用がプラスに働いていると考えられます。というのは、前述のようにスターリング機関をなくしたことによる艦内スペース増加のおかげで、女性専用居住区画が確保できたということになるのです。ただし、いいことずくめではありません。リチウムイオン蓄電池の実用化は、建造費の高騰を招くというデメリットもあります。10番艦昇竜は約530億円でしたが、鳳竜では660億円まで100億円以上も増加しているのです。この傾向は、そう、流型の次級として、建造中の大芸型でも、はっきりと現れています。一番艦であり、ネームシップの大芸の建造費は約800億円ですから、すでに、昇竜の 1.5 倍ほどにも上昇しているのです。最新型である、大芸型潜水艦も、基本的に、覇王竜の流れを組む本体の構成になっています。ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池、X 字型の舵、艦体の形状など継続して採用されている要素が多いのは一目瞭然です。王竜で初めて採用されたリチウムイオン蓄電池方式は、今後もしばらく継続していくだろうと思われますが、これより、さらに、次級潜水艦の時代には、燃料電池として固体電池の採用が予想されています。つまり、通常動力型潜水艦の進化は進んでいく一方で、止まりそうにはありませんね。実際の運用上からも、ディーゼル機関、鉛蓄電池、スターリング機関の3種類の機関の各残量を把握しつつの行動には制約が多く、これがディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池に集約された利点は大きい。構造としても簡素化できた上に、ただでさえ狭い潜水艦内部に大きなスペースを必要としたスターリング機関が廃止されたことで、艦内のレイアウト等にも自由度が増して居住性が向上したという。こうしたメリットをもたらしたリチウムイオン蓄電池は、民生品の分野では、小型の情報機器等に広く採用されているが、潜水艦のように巨大で、かつ、適らな攻撃にさらされる艦艇では、安全性の確保が困難とされていた。一頃、盛んに、
マスコミの報道を賑わせたように、リチウムイオン蓄電池は、衝撃によって発火事故を引き起こす可能性が極めて高い傾向にあり、その点をいかにクリアするのかが、潜水艦への搭載時の最大の課題だった。横流以後の潜水艦に搭載されているリチウムイオン蓄電池は、日本の GS 湯浅社が開発したものであり、本体の設計はもちろん、潜水艦全体の安全設計の採用によって実現されたと、ものだと言えるだろう。